こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。え今日は確定申告でですね、えー、どういうのが経費になるのか、まあ、それを教えてくださいという質問をお受けしましたので、それに対しての動画をお作りします。えまず、まあ、確定申告の相談なんですけど、まあ、これは経費になる、まあ、これは経費にならないとかね、えー、こうしとくと、えー、いいとか悪いとか、もその税金に関するストレートな相談がですね、えー 税理士しか受けてはいけないと、まあ、これが法律で決まってまして、それを破って私がアドバイスをするとですね、ば、え、れ、ー、たときに会員の皆さん全員にまあ迷惑かかるということになります。そのわけで、えー、私が自分でどういうふうに申告したか、ね、それと、えー、税理士を使うなら税理士の選び方、あるいはね、えー、税理士を使わないなら、えー、税務署へどういうふうに相談したらいいか、その相談の仕方とか税,税理士の選び方、 えそれはアドバイスできます。えー、ですのでね、えー、そういう形のサポートを使ってください。もちろん質問は構いません。してもらって構いませんけど、えー、お答えとしてですね、それはちょっと税理士法に引っかかっちゃうんで答えられないです。こういうふうにしてえ税務署に相談してくださいとかいうお返事になります。で、まあ、根本的にというかね、よくえほとんどの人がま勘違いしているのは 税理士とかね、税務署に聞けば、はっきり白黒つくと、ね、これは経費として認められない、これは経費として認められるというのがね、白黒きちんとつくというふうにね、誤解している人が多いんですけど、まあ、実際問題、この経費は認められるって税理士、あるいは税務署の職員が言ってたのに、後から認められなくなったとかね。 国税局のホームページを見たら、認めらんない、ね、申告する内容はこうだと書いてあったけどね、まあ、これは経費なんだと納得いかないで申告したらそのまま通ったとか、これはもう、実ははっきりとした決まりがないです。ねえー、よくね 大企業が申告漏れとかなんとかやってますけど、あれは別にね意図的に申告漏れしてるわけじゃなくて、えー、認められてたはずなのに認められなくなったとかね、あるいはね、えー、税理士も、あるいは公認会計士も、まあ、当然認められると思ってチェックしたものが後からひっくり返ったとか、まあ、そういうことなんで、えー、その専門家ですらね、分かんないものを、えー、私たちとかね、普通の税理士が分かるわけがないというのがね、正直なところです。ですので、 えまあ経費になるだろうと、これ仕事で使ったんだというものは全部経費に申告しておくと。何しろ、やってはいけないこと、経費についてはそういうふにえグレーなんですけど、やってはいけないことは、入ってきたお金をごまかすと、ちょろまかすというのは、これはもうえ非常にまずいことになります。ヤフオクで売ったものとかアフィレート、匿名とか ID でやってるものも調べれば簡単に分かりますので、売り上げは全部申告すると。 ね、で経費も、えー、全部申告するとで、申告した経費が認められなくてもね、そうなんですかと言ってね、税金払えば済むことなんですけど、売上を申告してない場合はですね、これはもうあの追徴とかね、あるいは、えー、罰金とか、でえーまあ、売上申告してないの見つかるとです、ねえー、普通にやってら認められるはずの経費もね、まあ、否認されたりとかいうことも増えますんで、えら、ー、い目に遭います。 でこういう目にあってんのはね、税理士とか公認計士つけてる人も、えー、そういう目にあってますんで、えー、あまり、あまりというかね、えー、全くその、えー、出さない、売上を出さなくてごまかせるというのは考えない方がいいです。まあ、その点だけはもう、えー、はっきりしてるんで、売上は全部申告するというのは覚えておいてください。で税理士の選び方。 これもね、間違えた選び方をして、えーまあ、間違えた選び方というかね、えー、思ってたの思ってたことをやってくれないと、えー、全然役に立たなかった。税金安くなると言って使ったけどね、えー、むしろ税金高くなった、ね。そういうこともあります。えー、ですんで、税理士、自分でやるのが面倒な人はね、税理士に何を頼みたいのか。確定申告だけを頼みたい。ねまあ、ちなみに、この確定申告だけを頼むってね、非常に難しいです。 この資料を出して、あの資料を出してってことやりますんでね。だったら資料を持ってって、税務署のね、税務相談を受けたただなのに、お金を払って大変な思いをしてあんまり意味ないと。この拡大申告だけを書き込みで頼むというのは、一番おすすめしない方法です。だいたいお金も手間もかかって、効果なしという結果になります。そうじゃなくてねある、ある程度余裕を持って、毎週、あるいはね、毎月の記帳してほしいのか、ね、自分でその経理事務とか、えー 正直めんどくさいと。ね。資金の流れもよくわからんという場合はね、これ、あの、申告のみならず、え、ビジネスとしてね、儲かってるのかどうか、ね、資金は回るのかどうかっていう問題も含めて、記帳する人がいた方がいいんで、この場合はね、大いに税理士を頼んだ方がいいですで。通常、この形をまともな税理士に頼むと非常に高いんで、え、きちんとどれぐらいの分量で、え、いくらになるのか見積もりを出してもらうと。 で見積もりがね、えー、すぐいろいろあるんで、なかなか出ませんというのは、まあ、どっちみち、えー、高くなる場合が多いんで、頼まない方がいいです。まあ、その辺の選び方はね、またご相談ください。あるいはね、仕入れの消費税カップを頼みたいのか。でこれ、いずれを頼む場合でも、それを今までやったことがあると。ね、えー、輸出ビジネスの駆け込みの確定申告をやったことがある。あるいはね、基調サービスを普通にやっていると。 仕入れ消費税漢方やってると。やったことがあって、見積もりがすぐ出てくる税理士に頼まないと、えー、何をやってほしいのかの一疎通だけでですね、な、え、ん、ー、で税理士頼んでこんな苦労しなきゃいけないんだというような、ね、苦労をしますので、えー、何しろやりたいことをはっきり決めて、えー、分量を言って、見積もりが出てきた税理士の中から頼みやすい税理士に選ぶというのがね、えー、一般的なおすすめの選び方です。まあ、そんな形で、 いい税理士の選び方のチェックポイントはね、何を頼むかによって、まあ、変わってくるんですけど、逆にここの、こういうことを言う税理士使うと失敗するっていうのは、もある程度はっきりしてまして、まあね、何言っても、ああ、まあ、できますと、ね。やったことあるんですかって言っても、まあ、調べれば大丈夫ですよ。で、何しろ、ね、とにかくまあ,あの、税金安くしたいでしょうみたいなね、節税を売りにする税理士、節税しか売り物がない税理士っていうのは、えー、大体、えー、役に立たないというか、 えー、後悔することが多いようですでそれからね深刻、えー、で、えー、勘違いというか、えー、大いに活用した方がいいは税務署ね税務署は怖がらずにバンバン相談した方がいいです、まあ、どっちみちね相談してもしなくても書類は税務署に出してるんでだったら相談して出した方がねいいですし税理士に相談するとお金かかりますでも税務署に相談すると、えー、お金は無料です しかもね、税理士に聞いたことが間違ってるってことはよくありますけど、えー、税務署で確認したことが間違えてるってことはそんなにないです。だからね、えー、無料で相談できてね、しかも当てになるという点で、えー、税務署に相談するのをおすすめです、えー。結構ね、私がこのお話をして、えー、自分で帳簿つけて税理士、えー、税務署に相談している方いますけど、まあ、多分それが一番満足度が高いんじゃないかなと思います。 それからね、えー、私がどうやってたかってことなんですけど、まあ、この青色申告、弥生のね、青色申告ってソフトがありまして、そのソフトを自分でつけて、で、わ、えー、かんないとこはね、えー、税務署に行って確認して申告書を出してました。でね、今ね、この、えー、すごい540円でね、この青色申告の書き方、弥生のソフトのお試し版みたいなのがついてるんで、これでまず、えー、試してみてね、 これを帳簿つけられそうだったら、青色申告、弥生の青色申告を買うという形がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、この青色申告を記帳しててね、疑問に思った点を、弥生の追加サポートを使って質問したり、税理士に個別相談で相談しましたけど、役に立,た立ちませんでしたね。だから、顧問契約をしないと、やっぱり税理士は役に立たないと。弥生のサポートも正直、役には立たない。 操作のことしか教えないし、操作だったらね、別に分かんなくても、えーまあ、私でオ、オンラインオンンライのね入力の仕方だったら、私でもサポートできますんで、やゆうのサポートはいらないかなって感じです。また何しろ、質問の方はお気軽に、あの 私が相談で答えられないだけでね、質問するのは全然自由なんで、その質問はちょっとね、法律の関係で私答えられませんけど、税務署行ってこういう形で質問したらどうですかというようなね、お答えの仕方はできますんで、申告のご相談の方はお気軽にまたご相談ください。そんなわけで、今年もまた1年ね、ね今年はオーストラリアアアマゾン始まるかというね、 楽しみなイベントも控えてますので、えー、がっちりサポートさせていただいて、しっかり稼いでいただければと思います。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。